一泊彗星は5月北に来ていて貫入になりますので星は1個になりますね。去年貫入だったけど、5月は月番で貫入するっていう感じになりますね。駅の川は水火帰省なので、すで、にもう、できてるよっていうことなので、すでにもう住んでるよ、終わってるよ、完成してるよっていうことですから、貫入ですけども、もうお悩みは解決してますよみたいに思ってもいいんじゃないかなと思います。自分は北に開座していて、気分がなんかいまいち乗らないし、ちょっと寒いしみたいな、あ、一番の全体運ですね、はい、みたいな、寒いし気分が乗らないしみたいな、そんな風なんですけども、なぜか目立ってしまい、まあ目立ってしまうっていうのは余計か、なぜか目立つ、なぜか脚光を浴びる、なぜか注目される、周囲から期待される一月になりますね。自分はなんか乗らないんだけど、周りの人がなんか乗せてくるっていうかね、期待されるみたいな、そんな1ヶ月、そんな月、そんな印象です。なので注目されますので、気分が乗らないけど、5月こそおしゃれしてパリッと決めて、なんかね、モヤモヤっとしたしおしゃれじゃなくてパリッと決めてほしいんですね。九子がいるところに乗っかってますので、九子っぽく情熱的な感じでパリッと、情熱とパリッと、まあおしゃれして情熱的に 1ヶ月を過ごしてほしい。パリパリバリバリパリパリって感じ、なんかさっぱりと決めて過ごしてほしいってことですね。そういう演出してみてください、自分にね、はい。そして、あ、これ顔が黄色くなるね、あ、こうすればいいね、はい。そして、身近な人に助けてもらえる、支えてもらえるっていう運勢もありますので、そういうなんていうか、気がつかないけれど陰で支えてもらっている人っていうのが身近にいますので、そういう人に気がついてお礼とか言えるとすごくいいですよねっていうのがあります。そうね、はい。だから自分は目立って持ち上げられたりとか、そういう結構あるんですけど、それをやるために手伝ってくれる人、縁の下の力持ちになってくれる人っていうのがいると思いますよということですね。そういう人に感謝するとなおいいですねっていうのがあります。そして2番、ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはガーネットですね。赤い、なんか血流が良くなるんですね。血液みたいな色のパワーストーンですけども、血流良くなりますので、赤いガーネット、ラッキーカラーでもありますから、5月のね、それを入手してみてください。そしてラッキープレイスは映画館もしくは劇場ですね。何か目で見て楽しむもの、ラッキープレイスになりますのでお出かけください。そしてラッキーフードはアサリの酒蒸しですね。九州の食べ物がいいので、貝類ですね、アサリでもハマグリでもシジミでもいいですけど、それをお酒で蒸すとなおいいよということで、アサリの酒蒸しおすすめになります。私好きですけどね、アサリの酒蒸しね、はい。そして3番、開運ワーク、今月は綺麗になることを10個書き出ししてできるだけ実践してみましょう。まあ一泊の人ね、すごい綺麗な人多いんですけども、なんていうか色気のある綺麗さっていうのかな、でもね、なんかね、
なんていうのかな、ダランダランのおしゃれする、ダランダランな時あるんですね。おしゃれしないで、なんか B さん履いてたりとかさ、なんか、なんだろうな、なんかダボダボ履いの上下着てたりとかさ、まあ誰か見てないからいいやみたいな感じでね、ダルンダルンの時があるんですけど、あのそれをあんまりあのしない方がいいっていうか、九死の上の時はね。なので綺麗になること10個書き出し、あのこういう洋服着るとか、こういうファッションするとか、こういうもの食べるとか、こういうケアするとか、なんかお風呂に長く入るとか、お散歩す、なんかウォーキングするとか、なんかそういう自分が綺麗になるための何かを書き出してください。それでできる範囲で実践してください。綺麗になろうという意識をすごい持ってほしいんですね。すごく、まあ、綺麗な方、素材がすごく綺麗な方多いですから、そうするとなんかね、すごい変わってくるんですよ。一泊の人なんか割とこう綺麗になろうとかあんまり考えないと言うと変だけど、私は別にこれ綺麗にならなくてもどうせ綺麗じゃないしみたいな、なんかそういうふうに思っちゃう人もいるので、綺麗になろうとしてください。で、綺麗になるっていうことはね、やっぱ人間関係というか相手方への配慮にもつながるから、一泊の方ね、そういうのもすごい気になるでしょ。自分が綺麗にしてることで相手に配慮しているっていうことにもなりますからね。はい、続いて4番、星の特徴。今月の一泊の星の特徴は海水浴場を取り上げてみました。海があるからね、海のあるところは一泊の場所、一泊の意味が出ます。なのでさっきお悩み相談にお答えしたリンゴさんも一泊が最大吉報ですから、海水浴場ラッキープレイスになるんですね。もちろん一泊本命の人もラッキープレイスになりますので、海水浴場に行くっていうのもいいし、まあ海辺ですね。海辺があんまり好きじゃない一泊の人は、まあ海辺っていうか、あんまり好きじゃない一泊の人は運気が下がるってことはないけど、運勢がちょっと違ってるかも、よそ行っちゃってるかもしれないので、海とか好きな一泊の方が、運気に乗れてるっていう感じがありますので、まあちょっとね、このゴールデンウィーク海とかお出かけになるといいんじゃないでしょうかね。はい、海水浴場が一泊水星の特徴でした。はい、一泊水星終わりました。ありがとうございました。